こんばんは。こんばんは。ハートタコ音符花束お疲れありがとう。結婚しても、ちょっと待ってください。すみません、お待たせいたしました。白闇暗くないからね、暗闇じゃなくて。ただいま、こんばんは、中村舞です。ハート音符ありがとう。やばい、なんか前髪が浮いて、なんかおんまゆになりそうです。何の T シャツ、なんかパンダと宇宙みたいな T シャツ。ちょっとリップね。こんばんは。お風呂に入ってた。かわいい。土星だね。土星で仲良く。な、T シャツ。あの喫茶店みたいなのはどこ？あれはですね、あのあれですよね、写真集の、今日も写真集のオフショットが公開されてたんですけど、赤いパーカーのなんかおこたでみかん食べてる写真のやつのところと同じなんですけど、そこに喫茶店もあって、なんか泊まれる喫茶店みたいな感じで、なんかね、下灘駅の、氷見県下灘駅の近くにあるんですよ。わ、場所はちょっと詳しい住所は分かんないけど、泊まれる喫茶店ってのがあって、ポパイって調べたら出てくるかな。ポパイって調べてみてください、もし気になった方は。なんか愛媛の本当に喫茶店の奥になんか大きい泊まれるスペースがあって、こたつとか、あと普通にベッドとか、そういっぱいあって、泊まったの、いや私は泊まってないんですけど、そうなんか撮影でなんかその撮影スタッフさんたちが泊まってたかな、多分。聖地巡礼できる、確かに泊まるのそう、なんか泊まれるらしい、予約が必要かな。レトロな空間、初めて行きました。だってなんか泊まるってないから、その愛媛でそんな
そう、愛媛に住んでた時とか止まんないから、止まんなくても覗けるから、あの本当に喫茶店に行ったら覗けそうです。そうなんですよ。めっちゃいいところでしたよ本当に。なんか落ち着く空間で、海に恋する泊まれる喫茶店出てきた、それかも。パパイめっちゃいい。しかもベッドも何個か、何個かっていうか結構あって、大人数で泊まれそうなとこだった。道の駅二見のすぐ近くじゃない？そうそうそう、近い近い、その辺めっちゃ海なんですよ。いい場所です。なんか写真集はあの愛媛の東から西の方に行って、また東に戻って撮った記憶がある。1日目からこう東にいて、そこからどんどん西に流れてって、でまた最終的に東に戻るみたいな感じで撮りました。本当ありがとう。そう、松山からプールの場所は小五島だった。そうそうそう、島ですよ小五島、船で行かないといけないので。そう、廃校でした。もう使われてない小学校かな。聖地巡礼忙しい、私のおばあちゃん家には来ないでくださいダメですよ、来ちゃ絶対に来ちゃダメですよ。おばあちゃん手には来ないでください。それ以外はぜひ行ってみてください。ももここに、ももちゃんここちゃんね、ありがとうございます。あのダイエット中らしい、ももちゃんじゃなくてココちゃんの方が今ダイエット中らしいから、ダイエットしてるらしいから、音符ありがとう。え、なんかダイエットって星になるのかな、一緒に言われたんだろうね。そう、お医者さんに言われました。ね、星になってるダイエット、あれかな、怒ったダイエットのことで怒った人がいるかもダイエット、そう、ここじゃね、もうポチャポチャなんで。すごいお腹だったから。いや、そうなんですよ。なんかここちゃんはずっと体調が良くないって言ったら、なんか気分悪いって感じがしますけど、そういう感じじゃなくって、あのもうめっちゃ元気なんですよ。って感じですっごい元気で走ったりするけど、体には不調が来てて、あの本当に体はちょっと悪くなりかけてて、で
まあ、その原因の中に一つ肥満も入ってて、そうだから痩せないとダメだよってお医者さんにめちゃくちゃ言われてて、12歳、今年13歳。可愛いんだけどね。なんか俺も痩せないとって言ってるね。でもかわいそうだよね。なんか犬ってさ、自分がダイエットしようとかさ思わなくてもさ、飼い主にさご飯減らされてさ、食べたくてもさ食べれんしさ、なんかかわいそう、考えたら泣けてくるかわいそう。ちょっと息抜きとかも絶対できん。ココちゃんの好物何？なんか白菜が好きみたい。あとキャベツの芯とか、なんかシャリシャリするものが好きなの。リンゴとかなんかワンちゃんに結構素材をあげてるんですけど、シャク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 、うん、なんか本当に生のそのままの白菜とか食べるの好きだよ。噛むのが好きなの。なんか噛んでシャクシャクするのが好きなの。ヘルシーね、確かに。痩せるかな。いや、それに加えてドッグフードも食べてるから。でもね、もっと食べさせたい。いろんなあのまだ食べたことない食べ物食べさせたい。なんかね、なんかワンちゃんとかの動画見るの好きなんですけど、ワンちゃんがもう結構お年寄りになって、もう18とか19とかもう結構なお年寄りになって、だんだんご飯が食べられなくなってくる年齢になったりするときに、もう何でもいいから人間の食べ物をあげてもいいんですよ。もうそんぐらいの年になったら、もう本当にご飯を食べることが大事だから、そうドッグフードもう無理かなってなったら、そうなんか何でもいいから食べさせる、もうご飯を。そしたらさ、人間のいろんな食べ物食べるじゃないですか。いろんな食べ物私も食べさせたい、まだ知らない味があるんだからって。ちょっとじゃあジロー、いやそれは違うよ、違うそれは違う。あ、チョコはダメ。そうです、犬はチョコとか玉ねぎとかはダメなんですよ。でもなんか納豆食べてる犬とかいたんですよ。あと、そうなんかね、納豆とか食べるんだと思ったんですけど、納豆はいいみたい。野菜も多分いける。あのそうネギとか玉ねぎは NG だけど、その中毒性があるものダメなの。散歩中に草食べたり、そうだよ、なんかさ散歩中にさたまに雑草食べちゃってさ、でもさあれ良くないんだけどさ、後から気分悪くなってよく吐くの、うえって、うえごめんねこんな話してあの吐けるっていうのはあの拒否してるからあれなんですけど、まあそれはそれで OK なんですけど。あれは良くないんだよ、雑草食べるのは良くない。毛玉？猫みたいだね。あ、15分経過。そうだ、あの明日、明日って何曜日でしたっけ？明日金曜日か。明日あの、うん、明日？明後日にしよっかな。
ごめん、用事ある何だと用事あるって言われたこれだからこうなんかあれなんですよね、人を誘うのは苦手ですね。なんとあのこの日空いてるとか言ったら用事あるって断られるのとか嫌だから誘わないんですよ。タワーの俺、あそうそうそうしようと思ったんですけど、土曜日にしよっか。自分のお礼、驚かないでください。5月全部のお礼ですちょっと分けてやってます。5月全部のお礼、6月のお礼で、ちょっとそうなんですよ。土曜にしよう。じゃあ土曜日にします。ファンミの到着、みんなドキドキしてる？ドキドキしてますか？大丈夫ですよ。なるほど、ありがとうございます。ファンミ歌うの、うん、歌おうかなって思ってます。10分ないぐらい、8分ぐらいいや、わかんない、そんぐらい。具体的になんか3曲ぐらい歌おうかなみたいな。やばい、コールできる曲がいいな。コールできる曲にしよう。何がいい分かんない、コールできる曲の方がいい。そんなことない。そう、なんか前回夢力歌ったんですよ。それはなんでかっていうと、ガチ恋工場が聴きたかったからなんですよ。そしたらまさかのアウトロカットされてて、終わって私もう聴けなかったし、みんなも言いたいことが言えなかったと思うし、もうってなって終わりました。なんでちょっと尺っていうか、その本番にして、あのそうリハした時に、えこれアウトロないからガチ恋工場言えないじゃんと思って、言いたいことがあったのに。だから多分みんなも言いたいことを多分最後に言おうと思ってたと思うんですけど、普通にジャーンって終わっちゃって、あれみたいな。そう、なんか前回もそう好きって、そうなんか大声ダイヤモンドとかもコールできるなと思って選んだんですよ。そうなんかそのみんなのコールが聞きたくて曲選んでたんですけど、そうなんですよ。ちょっとね、自動でごめんなさい、悩まないでよいいよ全然いいですよ、勝負でもしますか本当にあでもあの歌は多分フルサイズじゃ歌わないんですよ。ワンハーフかワンコーラスを3曲ぐらいだと思うので、多分8分ぐらい、10分ないぐらいだと思います。
そんなにないんかな。2分、2、3、6、6分ぐらい。え、そんなな、いや、わかりません。ありがとうございます。弁当って外れるの？なんかキャパは決まってるらしいから、そのキャパを超えてたら外れるかもしんない。でもどうだろう、わかんない。私もちょっと応募数とかは聞いてないんですけど、そう、キャパは150ぐらいって言ってたかな、確か。結婚してありがとう。前回もそんぐらいだったかな、ん、聞いた時150ぐらいですかねみたいな。愛の重さ。愛の重さ入ったかな。みんなで踊ろう。え、いいね、やりたい。みんな踊ってくれるの？愛の重さ、重さ、愛の重さって言ったらダメなの。愛の重さって言わないと。なまっちゃ、え、入ってるよ。え、風に吹かれながら、うん、4分45秒。お、入れてくれた。入ってる。ちょっと待って、54分、キビ、間に合わない。え、間に合うよね、間に合わない、ギリギリ。ちょっと待って、やばい、充電はある。そして絡まってない。え、私これフルでさ、カラオケとかで歌ったことない。ちょっと緊張するかも。あ、あ、あ、僕の理想像をこういう国でいてほしい。勝手に描いてた腕に抱くこともせずに、愛の重さ初めてわかったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心がしびれるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ。今の気持ち何と比べてみればいい。無責任に愛
した頃は軽々と持ち上げてた。息継ぎができんこの曲。人は本気になれば何でも動かすことができる。困難から救い出そうと火事場のバカ力からさ、君を守りたいと思い始めて、その存在が大きすぎて躊躇してしまった。ちゃんと考えなきゃダメ。気持ちなんかどっちが重いのか、客観的判断できないよ。心は見えないから、きっと思想でいたら自分の方にいつも傾いてるはずだって思い込んでいた。そのバランス、真実とは後で明かされるもの。君を失いたくない、だから僕は強くなる。どんな涙あって拭ってあげるよ。人を愛す、その言葉は限りなく重い。愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心が痺れるくらい、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。余韻が長い。壇上呼べるかな。うわ、ディープブルーさん、ココさん、プリンアラモードサムさん、ウマちゃんさん、ハジさん、フクちゃん丸さん、キナペコさん、トールさん、ハヤリンゴさん、ユちゃんゴイチさん、ウブクタロさん、ドヨケノソマさん、一位はフクマネパパさんでした。